グランドナニロアホテル入り口とマウナロアタワーグランドナニロアホテルマウナケアタワーグランドナニロアホテルキラウエアタワーグランドナニロアホテルはアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島東,東部の広にある老舗ホテルで広地区で最大のホテルでありビッグアイランドで最も長い歴史を誇る現在はヒルトンホテルの一部になっているグランドナニロアホテルは1939年 ヒロワに突き出た小さな半島の先でオープンした。そこはバニアン通りというハワイ風の大きな木が茂った並木がある名所でフランクリン・ルーズベルト大統領、ベイブルースなどの有名人が訪れるたびにバニアンツリーを植えてもらっている。リリュウオカラニ公園にもホテルから歩いて行ける。ヒロワ1946年アリューシャン地震などに伴う津波で 壊滅的な被害を受けたが、街もホテルも立ち直った。ホテルは現在、マウナケア、マウナロア、キラウエアとハワイ島の火山の名を付けたタワーで構成されている。このホテルの管理と所有は何回か変わっている。もともと地元資本であったが、2013年にはホノルルのアクアーストンホテルが管理を初めて、所有はタワー建設に変わった。 ヒルトンホテルも加わった3年にわたる改修が2016年には終わり、ダブルツリーホテルとして運営されている。ホテルは海に面していて小型プールもあるが、ハワイ島東海岸のホテルなので、西海岸のホテルのように砂浜ビーチには面していない。ホテルからカラニア穴オレアベニューを東へ2、3マイル行ったところに、ハワイ軍立海岸公園がいくつかあり、幼児を持つ家族は、 おねか墓はかはびい公園の小岩の壁で守られた大きな海水たまりなどで遊べる。ありがとうございます。